松村先生、昨年まで議長職本当に、ご苦労様でございました。議長というのは本当にいつも大変だなというふうに思って私拝見しております。どこに行っても、議会の代表としてのご挨拶ということを、しなければならないということで、山崎議長は大変だと思いますが、毎回来てる人が同じだったりしますから、少しずつ話す内容を変えていかなきゃいけないって、こういうこともあって、サービス精神旺盛な松原先生ですから、少しずつためになる話、少しずつ笑える話、いつも、聞かせていただいておりました。川崎の人口に関する話が大変多かったかなというふうにも思っておりますが、この議長を終えられて、そして、また、川崎市政の川崎の自民党のこの重鎮として、これからも、しっかりと引っ張っていっていただきたいお願いをするところでございます。心配は心配なんです。でもマスクをしたりうがいをしながら、皆さん予防しながら、ぜひ、消費の方は絞らないでいただきたいなと思うところでございます。今年も一年、ぜひ松原先生と一緒にいろんな仕事をしていきたいと思います。どうぞ皆さんよろしくお願いします。